大変長らくお待たせいたしました。皆様本日は VR プロレス第2弾発売記念記者会見にお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日司会進行を担当させていただきます。VR プロレスの実況を担当しております村田春夫です。よろしくお願いいたします。さあ皆様、もうすでにですね、本日の12時先ほどですね、 VR プロレスは DMM.com にてダウンロード販売が開始されております。DMM.com のサイトから VR プロレスと、検索していただき、高木選手を主に追いかけた高木サイド、鈴木選手を主に追いかけた鈴木サイド、複数のカメラの映像を編集し、試合をノーカットで、しかも実況解説付きのマルチカットの3本が発売しております。ぜひ皆様ダウンロードしていただきご視聴ください。なお今回のこの記者会見の模様はですね、 VR プロレス公式のショールーム、 DMM.com の公式ツイッター、 DDT の公式インスタグラムで生中継でお届けしております。よろしくお願いいたします。さあそれでは早速ですが、今回の VR プロレス第2弾で戦いました DDT プロレスリングの高木三四郎選手、そして VR プロレスで解説もお願いした DDT プロレスリングのゼネラルマネージャーの鶴見亜門さん、そして VR プロレスを企画制作しているクランプ株式会社渡辺社長にお越しいただきました。お三方よろしくお願いいたします。お願いします。それではまずはですね、高木選手の方から軽く自己紹介などよろしくお願いします。はい、DDT の高木三四郎です。まあ本当に本日はね、今回このような形で、先日6月1日に行われました、東京ドーム、路上プロレスを、まあ、VR プロレスで初の、VR 路上プロレスとでもいいんですかね、なったということで非常に光栄に思っております。はい、まあ本当にそれぞれにね、高木三四郎視点、そして鈴木みのる視点と、あとまあその5つのカメラでやった視点と、それぞれに、販売がされているということで、高木三四郎サイドの視点で見たものをダウンロードが多いか少ないのかというのが非常に気になるので戦いは続いてるって、戦いは続きますね。はい、これは渡辺さん、だから数字に現れたりとかするんでしょうかね。もうモロに出ます。うおー、マジっすか。マジか。ランキングが出ます。ランキングが出る、はい、ランキングが出るということなので、まずいですね、それは。かなりまずいので、はい、皆様どうか、高木三四郎の視点の方でダウンロードを中心に、お買い求めいただけると幸いでございます。はい、はい、ありがとうございます。続きまして鶴見亜門さん、何か一言お願いします。いや、解説で、はいはい、村田さんと実況解説でもうコメント入れさせていただいたんですけど、はい、やばいっすよね。何がやばいって酔いますよ、これは本当に。ネガティブなこと。いや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 、それぐらいすごいってことなんですよ。まあ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 、そうですね。僕がもうそもそも弱いんですけども、もうね、見てる間にこう尋常じゃない油汗がダラ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 流れてきまして、はい、ですいませんっつって途中で止めてもらったぐらいすごいんですよ。そうですね、もう視点がね、本当にびっくりするぐらい、こうびっくりしますよ。こう見てて後ろ向いたらスタッフが見えたりするんですよ。それバーチャルだからしょうがないよ。いやいや、そうなんですけど。あれってですか。そうなんです。最後の油汗とか本当に。いやいやいや、あんた誰しも流してんのか本当に。バカにしてはないんですけど。人の芝居なんか乗り物酔いが乗り物酔いするんですけども、こんな僕が史上最大に酔ったってことはそれだけすごいってことなんだろうな。リアリティがあるってことですよ、ね。リアリティがあります。ちゃんと添えてくださいよ。はい。リアリティがあります。ただ単に酔った酔っただけですよ。勝負上がったりだよ本当に。大丈夫大丈夫ですよ。怖いもの見たさでね、酔う人。怖いものだから。おかしいだろ、あれが。なんだよ、本当に。それぐらいすごかったってことはね、本当にもう実感してますんで、私、身をもって見ていただきたいと思います。はい、はい、伝わりましたでしょうか、皆さん。はい、そして、渡辺さん、はい、もう6月1日でしたよね。そうですね。東京ドームの戦いが、はい、そこからもう1ヶ月を待たないで、この VR プロレス化してリリースっていうのは本当に素早い対応でしたね。そうですね、我々自身も早くものが見たい、で素晴らしいものだった、早くみんなに見せたい、でその思いから制作スタッフのみんなも頑張ってくれて、編集頑張ってくれました。はい、まあ無観客試合、東京ドーム、 DDT20 周年、高木三四郎、鈴木みのる、多分後にも先にもこんなコンテンツも作れないと思ってまして、出てこないだろうなと思ってるんですよね。最終回、あ、
いきなりクライマックスですね、うん、いやもうなくて、まあ、あのでも本当にいいタイミングでしたよね。そうですね、あのタイミングよくご相談高井社長にもできまして、あのなんとか制作できました、はい、よかったです、はい、でもやっぱりこの最初からこのペースでリリースしようっていうのは DDT さん側とも話して、うん、そうですね、はい、あのやっぱりあの撮る前にも路上プロレスと VR ってすごく相性いいんだろうなっていうのは、うんうん、あのイメージで何となくあったんですよね、はい、で早くやりたいなっていう時にこのタイミングだったんで、すごく、いやでも正直僕聞いて、あ、そんなに早く編集できたんだと思って今の時代スピード感大事ですよ、はい、そうですね、私あの渡辺代表にお会いしたのってゴールデンウィーク明けですからね、はい、本当に、まあ、こんなトントン拍子に話してるんですよ、ね、こんなトントン拍子に話してるんですよね、本当に、はい、スピード感大事ですよねやっぱりお会いして、お会いしてゴールデンウィーク明けにね、はい、お会いして、2回目に打ち合わせさせていただいた時には、はい、お願いしますやりましょうと、はい、こんなスピード感はねないです、やっぱこの時代はねスピード感大事ですよ、うん、でもそれはやっぱり DDT プロレスリングが培ってきた、まあ、いろんな本当ノウハウみたいなものが今回うまく VR プロレスと、まあ、タッグを組めたって感じはありますよね。そうですね、映像班とかもね、そうですね、独自で持ってらっしゃいます、うん、DDT プロレスリングは、はい、そこら辺の本当にまさに VR プロレスと DDT プロレスリングのタッグ、はい、そうですね、という形で実現したのが今回の東京ドーム路上プロレス VR プロレスということになりますけれども、まあ、あの先ほどね本当にこんな状況ではもう二度とできないと渡辺代表おっしゃってましたけども、うん、じゃあ今後の VR プロレスはどう展開していくのかってことになるわけじゃないですか。そうですね、あのひとまず我々としてはあのすごくいいものが作れたなっていうのが実感値としてありますし、うん、あの相性がいいっていうのは分かったんですね。ただその今後の展開っていうのはもう少し、多くの人に見てもらうとか、VR プロレスのことを知っていただくであるとか、プロレスの凄さ、VR の凄さ分かってもらう、そういうところもあの注力していきたいなというふうには思ってますね。感動伝えたいなっていう、はい、VR はね、はい、プロレスの醍醐味全てが詰まってますよね全てが詰まってますよ、はい、あの VR プロレスのコンテンツはいっぱい作っていきたいっていうのはあるんですけど、うん、はい、あのまずは、まあ、同時進行ですね、知ってもらうのと、いっぱい作っていきたい、そういうのはありますね、まあ、今ね高井大社長が、はい、全てが詰まってるんです、もう詰まってるんで、うん、間違いないです、社長。間違いないです。もうすでに渡辺鍋もそのぐらい。だいぶ満足感がありますね。そうです。GM はちょっとそうやって、まあ、お二人のね、はい、密接関係をちょっと離れたところで見てるわけじゃないですか。はい、ね。どうですか、この VR プロレスとの、その、感触は。いや、でもね、あの、酔ったは酔わないは置いといて、ええ、すごく、あの、本当にね、あの、非日常空間をこう VR で味わえるわけですよ、はい。あの、ドームのグランドに自分が立ってるかのような感覚。ドームのバックステージ、ね、ドームのブルペンに自分がいるかのような感覚を味わえるってないじゃないですか、やっぱり、はいはい、でプロレスってやっぱ非日常の空間を味わうのが魅力だと思うんで、 VR とプロレスって本当に合ってるなと思います。そうですね、野球ファンの人にも見ていただきたいですね。そうなんですよ、今回東京ドームのあれなんか、はい、なんですか、 VR ツアーみたいになってますよね、グランドから4階席からそれと、はい、観客席さ、はい、全部上まで行って降りてコンコース通って地下行っ て裏側を通って行ってみたいな、ブルペン行って、はい、ブルペン見てましたもんね、ブルペン見てました、はい、だから、はい、そういった側面もあるということで、うん、ぜひ東京ドームの隅々まで知りたいという方は今回の VR プロレスぜひご購入ください。そして渡辺代表、すで、はい、になんと第3弾も決まってるという、あの、はい、まず決めちゃおうということで、8月12日に、後楽園ホールで大日本プロレスさんが、大会されるんですけども、そこもあの VR 映像化が決定をしております、はい、あのこちらに関しては、生配信でショールームを使って、生配信をさせていただくのと、あとは、後日また編集をして DMM で発売をさせていただく予定ですね。であの我々としてもあの新しい、取り組みっていうのをどんどんしていきたいと思ってまして、あのこれに向けては実はあの生配信するショールームでですね、あのイベントを立ち上げております。それがあの大日本プロレスってあの始まる時に登坂社長がこう MC されるんですけど、その MC の横に立っていただくサブ MC を募集しよう、オーディションしようということで、うん、公開オーディション今大詰め中なんですよね。へ、はい、ちょっといろいろなところで VR プロレスを知ってもらいたいなっていうので、はい、今回企画してます。その例えば MC とかも VR プロレスで収録されたりするんですか？もちろんです、あの VR プロレスで配信の時にそのサブ MC の方があのお話を、じゃあその方が VR になっちゃうんですか？ VR で、バーチャルです、バーチャルでなっちゃいます。未来ですね、もう
全部詰めます。はい、はい、まあ、とにかく大日本プロレスさんはですね、VR プロレス第1弾の、はい、団体ですから、はい、はい、また大日本さんは大日本さんでプロレスの、ね、VR プロレスの面白さというものをさまざまな角度で見せてくれると思いますので、楽しみにしていてください。そして、まあ、とにかく今回はですね、やっぱこの VR プロレス VR です。で、 VR に力を入れてらっしゃるこの秋葉原ドスパラさんで、今回この会見となったというのはもう渡辺代表としては狙い通り。そうですね、あの我々が物を作るだけだと、まあ、どうしても限界がありますし、その VR に携わっていらっしゃる方々のご協力っていうのは非常に必要だなっていうのは痛感をしてました。でその中であのドスパラさんは、まあ、ご存知の通り自作 PC で VR に非常に力を入れてらっしゃるっていうのも知ってましたので、あのここはまたスピード勝負だということで、うん、すぐ相談申し上げて、うん、あの皆様にご快諾いただいて、まあ、今回こういった会場を貸していただくことになったので、あのまたハイスペック PC であの VR の映像見られますけれども、これまたスマホで見るのとは違ったあの高画質な映像見れますので、こちらもまた楽しんでいただきたいなというふうに思ってます。最先端の VR が、そうですね、はい、経験できる、はい、VR の聖地みたいな、はい、ね、ドスパラさんね、私も初めて来ましたけど、あ、本当ですか、素晴らしい。ゆくゆくはですね、このドスパラさん全巻を使って路上プロレス、ドスパラ路上プロレスみたいな、それを VR で収録する、それを VR で収録してここで流す、ここで流す、しかもその V ドスパラさんで見ると、まあ、はい、もう全てが含まれましたやっぱりこれ、いや、まあ、はい、なるほど、まあ面白いですよね、面白いです、相談しないといけないですね、はい、はいはいはい、もうでも、はい、そうすると本当第4弾第5弾ってね、はい、そういうこういう DDT のアイディアというものが、はい、あの、うん、出てくると思いますので、はい、渡辺代表もそれにやっぱ答えていかなきゃいけないと思います、はい、頑張ります、ありがとうございます、はい、ね、本当にこのダイジェスト版がね、VR このドスパラさんでももう見られるようになりましたので、ぜひね皆様秋葉原にお越しの際はこのドスパラさんに、寄って VR プロレスを体験していただきたいと思います。でこの VR パラダイスさんでですね、 VR コンテンツを体験できますスペースがで4台の VR ゴーグルで視聴ができます、後ほどですね、どれほどすごいかは今日いらっしゃってるあの高木大社長に、実際に VR ゴーグルの、バイブで体験版をちょっとご覧いただきたいと思いますんで、まあ、その模様もちょっと皆さんぜひ取材していただけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。 VR ってご覧になられたことあります？あります、あります、僕はもちろん、はい、どんなの？いやいや、あの今回はうちのあのね東京ドームのやつを見させていただきました、はい、あと大日本プロレスさんも見させていただきました。すごいですね、うん、でスマホでご覧になられた？いや、あのゴーグル、あー、ゴーグルにスマホつけて、はい、はいはい、そうですよね、そうです、そうです、じゃあ、 あのまだこのドスプラさんにある、はい、ハイスペック PC のまだ試してないんですよ、試してないんですよね、ぜひ、だからなんか最新鋭らしいので、はい、ちょっとやっぱ楽しみですね、はい、はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思います、はい、というわけで DMM.com で本日から発売されています VR プロレス第2弾、路上プロレス in 東京ドーム、スマホでアプリそして PSVR などにも対応していますので、ぜひともご購入の上視聴してください。先ほどご説明しましたが、VR プロレス第2弾は全3本が発売されております。高木選手を主に追いかけた高木サイドが980円。鈴木選手を主に追いかけた鈴木サイドが980円。複数カメラで試合をノーカットでお届けするマルチカメラ。実況解説付きが1480円で購入可能でございます。ぜひ DMM.com のサイト VR プロレスと検索していただきお求めください。よろしくお願いいたします。ぜひ DMM の VR 動画を視聴するアプリをダウンロードしていただき VR プロレスのコンテンツをご購入ください。なおこちらの VR パラダイスでは今回の VR プロレスコンテンツのダイジェスト版も体験できますので、ぜひとも予約の上皆様体験してみてください。それではですね、ここで記者の皆様の質疑応答に移らせていただきます。何かご質問のある方がいらっしゃいましたら、挙手の上、媒体名をおっしゃった上で質問の方をお願いいたします。どうぞ。DDT オフィシャルです。高木社長、VR プロレス、まあ、第1弾が東京ドームだったんですけど、はい、もし DDT で第2弾第3弾であるとしたら、まあ、あの路上プロレスとか DDT いろいろあると思うんですけど、どういうところでやってみたいっていうのはありますでしょうか？そうですね、東京女子プロレスが来ました、ね、はい、東京女子プロレスが、まああのね、
次決まってるんで、まあ、東京女子はちょっといろんなことやりたいなと思ってますね、うん、はい、東京女子でちょっとバーチャルしてみたいなと思ってます、ね、はい、はいはい、あと男色ディノでバーチャルですか、ね、男色殺法の男色四十八手をバーチャル体験っていうのは前々からやろうやろうっていう話です。ただ本人がね、はい、ちょっとそんなに私の隅々をバーチャルしバーチャルするのはちょっと嫌だわみたいなことを言ってるので、はい、そこ今説得にかかってそうですね、説得中ですね、はいはい、地獄門とか、はい、ナイトメアを、はい、バーチャルしていただきたいなと思いますんで、はい、非常に期待したいです。僕らとしても撮ってみたいなっていう映像ですね、はいはい、よろしいでしょうか、はい、他にご質問のある方は何でもよろしいので、ぜひ。あ、はい、小田部代表にお聞きしたいんですけども、はい、今回のドームの路上プロレスの中で、VR ならではというか、ここの場面は VR 映え非常にしてるなみたいな、なんかこう東京ドームと VR ならではの名場面みたいなのがあったら、おすすめ名場面みたいなのがあれば。個人的にもどれもおすすめなんですけど、まずグラウンドで最初戦うわけですよね。戦いが始まるんですけど、そこの風景っていうのは多分なかなか見れる人っていないと思うんですよね。最初は僕はドキドキも抜かれました。グラウンドで立っている姿で上を向いたらドームの屋根があって、しかも観客席がバーッと一面青い無観客ですからっていうのがあって、それはなんすかドームの広さもすごく感動しました。で、あとカメラとして、まあ、高木選手と鈴木選手に寄っていくんですけど、その時もやっぱ近いんですよね。もう肩口がボーンって見えるとか、ぶつかりそうになるとか、そこはなんすかこう異次元な感じは感じられましたね。あと観客席にこう走っていくシーンとかもあったんですね。こう上行くぞって言って、その時とかもうすごいリアリティがあって、もう後ろからついてってる感じになりますよね、はい、本当に一緒に追いかけてるみたいな感じはあったので、すごく面白かったですね。あと4階で落とし合いしてるようなところとかね、もう高さが感じられるんですよね。高さすごかった、ね、自分まで怖くなってくるから、ね、4階席から見たドームとかすごかったですね、うん、やっぱそういう意味では路上ならではっていうか、こうリングの中、リングを客席から見てるのとはちょっとやっぱ違う、うん、そうですね、やっぱ自分がその場にいるかのようなね、うん、この錯覚に陥るぐらいやっぱりすごい出来てるんで、はい、当然のことは4階のねビールの売り子として出てきた赤井崎さんも、はい、ね、どっちが背中なんだか分からないとか、あれもバーチャルで、はい、どっちが背中か分からない、背中か胸なのか分からないところも全部バーチャルで、はい、バーチャルしてましたね、はい、まあでも、ね、本当にやっぱ路上プロレスって DDT さんでやられてる時って、今まではお客さんをねいっぱい入れて、一緒にその戦場が変わるごとにお客さんもついてくる。でもやっぱその場合っていろいろその開催場所にも制約があったりするわけじゃないですか。そうなんですよ、うん、そうなんですよ。でも今回無観客でできる、はい、VR で観客と同じ目線で見れるってなったら、いろんな多分アイディア、うん、今までできなかったところで VR プロレスとして路上プロレスが成立するっていうことが、うん、そうですね、あるかもしれない。まあ、安全面警備面の問題でちょっと今回お客さんを入れられなかったんですけども、 VR を体験することによってその場でいる感じを感じ取っていただけたらなと思います。本当実際見た感じ、やっぱ私も路上プロレス実況させていただいたことありますけども、だからやっぱ追っかけてる感覚と同じだったので、うん、はい、ぜひそこら辺のその臨場感というものをですね感じ取っていただきたい。実際ね、その東京ドームね、はい、野球の時でも結構ですし、どの時でも変わらないですけども、実際の東京ドームであれをね、あ、お客さんに、あ、なるほど、実際に体感してもらったそうですね、はい、バーチャルとリアルと、バーチャルとリアル、まあグラウンドは入れないと思うんですけど、はい、野球を見に行ってわざわざ、やってるんですか、はい、野球見てるな、でこうそのね、戦いの現場になったところを自分の足で、はい、試してる、はい、聖地巡礼みたいな、聖地巡礼、はい、これはなかなかね、もうね、リアルバーチャルみたいな感じで、はい、素晴らしい、はい、リアルバーチャル、バーチャルリアリティじゃなくて、リアルバーチャルですね、はい、面白い、はい。はい、ありがとうございます。他に質問ある方はいらっしゃいませんでしょうか。あ、どうぞ。週刊プロさんですけど、はい、前回その路上プロスの時に次は無人島だと言われたんですけど、はいはい、無人島での その VR の可能性っていうのはいかがですか。いや、それもちろんその辺も全部考えてますね。やっぱり路上プロレスとの相性ってすごくいいと思うので、そうですね、うん、やっぱりその辺はちょっとやっぱりね、無人島にも持っていきたいなみたいな思ってますね、はい、
無人島なんてなかなか行けないですね。そうですね。まあまあ、ね、無人島を探すとこから始めなきゃいけないんですよね。はい、まず、まずはね、路上プロさんでやらせてくれる無人島を探さなきゃいけないんですけども、はい、ちょっとそれ考え出すとね、ちょっと頭痛いんですけど。そうですね。はい、その、東京ドームで無人島だっての入ってますよね。はい、入ってます。はい、そうします。あ、じゃあ、発表した時点で別に場所決まってなかった。島見つかってないんですか。当然見つかってないです。当然なんですね、やっぱり。当然ですね。はい、あれはじゃあ高木大社長がまあやるぞって言ったの。もう発表するぞと。はい、はい、無人島しかないですよね。はい、そうですね。あそこでの無人島しかないですね。はい、はい、はい。ありがとうございます。他にご質問のある方よろしいでしょうか。はい。そろそろこの会見の時間もお開きの時間が近づいてまいりました、これにて VR プロレス第1弾発表、第2弾発表記念記者会見を、お開きにさせて。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。何ですか。いやいやちょっと待ってください。会見になったもの VR だ。VR だ。2弾だ。ちょっと待ってください。未来だ。ちょっと待ってください。働かないと。何なんですか。いや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 。何なんですか。何なんですか。あの二人はですね。ちょっと待って。あの私が呼んできたですけども。そこダメ。どそこダメだから。そこダメだからそこ。ちょっと待ってください。何が始まったんですか。いやいやいや。誰ですか。誰ですか。VR プロレスなんですけども。VR プロレスなんですけども。ちょっと私ある。ちょっと画像を用意してきました。これをご覧ください。これわかりますか。外路上プロレスです。はい。どこだと思いますか。これどこだと思いますか。森です。これはですね。はい、これを見てください。おおはいはい。9月3日に行われる DDT キャンプ場プロレスですよ。はいはいはい。はい。これがどういうことかわかりますか。この前会見されてて。はい。あ。その双子です。はい。でまあそれはちょっとまあちょっとお前置いといて、これがどういうことかというと、こちらご覧ください。はい。おお9月3日キャンプ場プロレス VR 映像が来て、ええ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 良かったです。はい、よかった。ありがとうございました。はい。はい、で、私、次はどっかなとずっと考えたんですけども、はい、この9月3日に行われるキャンプ場プロレスこそ自然を体感できて、はいはい、うん、ね、さらにまあそのなんていうんですかね、こう本当に現場にいるような錯覚を覚えさせる。いやいやいやちょっと待ってください。もう私ですね、はい、あの渡辺さんの、はい、あの許可を取る前に、はい、今回その9月3日キャンプ場プロレスをやる、はい、ネイチャーランドオムさんにはもう許可取ってます。はい、はい、じゃあ太田君です。来てください。来て、はい、来て来て来て、はい、VR すごいね。ちょっと待ってください。すみません、自己紹介しておきますと、今回9月3日、はい、そこね、はい、そこ、またがない、またがない。9月3日、はい、そこで、こっち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 。9月3日にキャンプ場プロレスを行うネイチャーランドオムのオーナーの息子の双子の太田兄弟です。よろしくお願いします。お父さん、はい、太田兄弟には話は通してます。 OK だよね、やっていいんだよね。もう彼ら VR バーチャルバーチャルしてる名前バーチャルしてて、常にバーチャル、もう存在がバーチャルですから。なんかいやリアルですよ。じゃなくて全然意味が分かんないです。人員とかどうするんですか。ドーム何個分ですか。どれ広さどれぐらい。ドーム7個分。よし、ドーム7個分すごい、ボリューミーボリューミー。じゃあ7倍の人員を用意しなきゃ。はい、お願いします。7倍の人材用意してください。じゃあいや、バッテリーとかどうするんですか。いや、バッテリーはどうするんですか。7は用意すればいいじゃないですか。そうですよ。いや、もうそこは VR プロレスならではの、あ、そうだ、ドローンとか。あー、いい。ドローンとか用意してください。おー、いい。ドローンでカメラつけて、ドローン飛ばしましょう。こうね、ね、ドローンで空中からね、はい、空中からバーチャルする。お、ドローンでバーチャル。いやいやいや、ちょっと言うのは簡単ですけど。でも、いやいや、言ったらほら、G も、無人カメラみたいなもんですからね。渡辺さん。渡辺さん。スピード感ですよ。そうです。おスピード。スピード感。ほら、前らも言ってるの。渡辺さん、スピード感です。スピード感です。21世紀はスピード感です。これなんで立ってるんですか。
冗談、ほら、やりますかって聞かれたらなんて答えるんですか。やります。おお、やった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 。まあね、やっぱね、DDT さんとね、はい、関わるとこうなりますよね。はい、こうなりますよね。はい、本当に、はい、渡辺さん、やっぱすごいわ、スピードが。すごい、すごい、すごい。もう、あ、でもほら、もう9月だから結構もうね、はい、よっきり、ね、スピード感持っていかないと、はい、そうですね。いや、よくこんなね、ほんと修羅場みたいなね、あの会見で、はい、よく即断できましたね、はい、本当に。素晴らしい。さすがですよ。さすが。いやー、な、たぶん、お前たちも。はい、さすがの VR の人です。渡辺さんだよ、渡辺さん。VR の人です。VR の人、渡辺代表だよ、渡辺さん。リアルですよ。じゃあ、じゃあ渡辺 VR さん。でこれ、何、これから DDT さんで勝手に映像用意してきたんですか、これ。そうです、おう、そうです。で、もう当日はもうこいつらにもですね、はい、カメラをつけて、はい、はい、あの VR カメラマンとして、はい、こいつらもちゃんと対応させるんで、双子視点の映像ってのも見ましょう。双子視点の映像、ね、はい、花火の日か、双子視点ですね。双子視点、双子視点、はい、お前のな、ね、キャンプ場でも花火、ああいいですね、はい、花火とかもあるんで、何やっても OK だよな、そこな。はい、何やってもいい。機材持ち帰らなければ。機を持ち帰るのは、機を持ち帰るのは、機は NG です。自然を盗むのはダメ、はい、自然を盗むのはダメ。木や草、土は、はい、それ以外は。今日はどっから来たの。今日は家から来た。これで来ました。あ、それで来たの。家で、はい、VR の…このとこに来たの、はい、VR したら、VR したいんで、 VR したら電車乗ってきたの。いろんなものが VR しました。なるほど。秋山さん、こういう人多いですからね。あんま違和感ない。マジっすか。じゃあもうね、ね、やりましょう。決まりということで、よろしいでしょうかね。よかったっす、はい、もう決めちゃいましょう。じゃあ、はい、はい、決定。はい、はい、ちょうど今あれでした。あっ、わー、すごいですね。完全にリアルなね、体験ができました。いや、すごいですね、 VR。 ドスパラさんで、ね、この機会で見たのは初めてなんですけど、これは、いや、すごいですね。なんかやっぱり見た目もやっぱりすごそうじゃないですか。これでやっぱその、ね、実際の僕らがやった VR プロレスが、さらにね、すごい好感度で体感できるっていうのはすごくいいと思いますね。どういう仕組みになってるんですか。この中にモニターが入ってますね。すごい。しかもいや、ビジュアルがいいですね。かっこいいですね。これをこうつけながら、なんかこうね、なんていうんですか、近未来映画のなんかこう戦う人みたいな感じじゃないですか。こういう感じでね、はい、こういう、あ、素晴らしい。ですよね。こうなんかバーチャルしてる感が出ますね。はい、これつけてなんかね、これつけて実際にこうなんだろう、目の前のこう空間でやりながら試合してみたいですね。やっぱりドスパさんで一回ね、路上プロレスやった方がいいんじゃないですかね。これね、実際にこれをつけた状態でね、